宮川康二は、日本の弁護士、元最高裁判所判事、元青年法律家協会事務局長、日本占領下の中華民国陳倒し生まれ。引き上げ時に、北京市から天津市に逃れる際一時行方不明となるも、救出され、日本に帰国し、以後名古屋市で過ごし、地元の大学を卒業後東京で弁護士として活動。 2008年最高裁判所判事に就任。2012年1月16日の君がよ、不規律訴訟の最高裁判決で、他の4人の裁判官が、学校の規律の検知から10過ぎない範囲での、懲戒処分は裁量権の範囲内などとして、開国処分を容認する中、ただ一人、注意や訓告にとどめるべきだと反対意見を述べた。 2012年2月20日の光絞子殺害事件の最高裁判決で他の裁判官が死刑を指示する中、18歳未満の被告に死刑は課せないと定めた少年法の規定に言及し、被告人の精神的成熟度が18歳未満だった可能性があるとして、ただ一人、真理を差し戻すべきだとする反対意見を述べた。死刑事件で反対意見がつくのは、 異例の中の異例。2009年に行われた最高裁判所司裁判官国民審査では不信任率6.00%だったが危険が認められていなかった1949年を除いて最低不信任率の記録となった。中国帰国者の会、孔子母子殺害、年齢で死刑回避せず、被害感情、残虐さ重視 MSN3K ニュース。 ありがとうございます。